それでは本日もユニークキャリアラウンジ始めたいと思います。えー、本日 MC を務めます黒澤さみです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いますはい。えー、こちらはですね、毎朝ユニークな生き方、働き方をされている29歳以下の方をお招きして、今に至るまでのストーリーをお伺いするものです。えー、本日はですね、第845回、す、え、べ、ー、ては選択肢であり、 常に難しい方を選ぶように心がけるときっと予想以上のところにたどり着ける一般社団法人リィエゾン共同設立したセイノシオンさんというところでセイノさんにお越しいただいておりますおはようございますおはようございますあおはようございます本日改めてよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはいそうしましたらまずはじめにですね自己紹介の方お願いしてもよろしいでしょうかはい、えー、ご紹介ありがとうございます えー、私は一般社団法人の共同設立者、セイムションと申します。えー、現在はグローバルヘルスという領域の中で、えー、全ての人が公平に保険料にアクセスできる世界を作るということに日々取り組んでおります。えー、暇と言いますか、休みの時は、ガ、えールズアンリュ i テッ t プログラムという、えー、女子中高生を エンパワーするプログラムの方でも活動しております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今、2つのキーワードが出てきましたけど、ちょっと1つ目の方から少しお伺いできればなと思ってちょます。はい、っと私もあの、プロフィールの方ちょっと読ませ,させていただいたんですけども、ちょっと私のでまだ理解が追いついてないというところがありましてですね、具体的になんかどんなことをされている、えー、事業になるんでしょうか。はい。ありがとうございます。えー、それまず、 ま、グローバルヘルスとはというところからお話をしますと、うんえー、今回、あのまあ、今も続いているこのパンデミックで、えー、おそらく多くの人が、まあ、いかにこう一つの国で起きた保険、まあ健康課題というのが何にもつながってくるというのを感じたんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、そのあたりで、えーまあ、日本からどのように まあこういいった健康課題を解決していけるか例えば、えーまあ、日本の医療システムってまあかなり素晴らしいとは思うんですけどその中で、えー、より多くの人が、えーえー、必要な時に、まあ、医療を受けられるっていう仕組みを実現した時それをどのように他の国でもまあ、えー で,できるか導入できるかとかを探したり、なので、まあ、イノベーションが日本で生まれたときはそれをどのように他の国に持っていけるかであったり、うん、あとは、まあ、日本政府も今回、まあ、コロナが起きたときに、えー、例えば国内でワクチンを提供するというためにかなりこうお金を投資をしてはいるんですけど、結局そこって日本だけ、日本人だけがワクチンを受けても、日本人がじゃあ海外に行ったときにまた コロナにかかってしまうとか、コロナを持ち込んでしまうという可能性ももちろんあるので、そういった時に、えー、ワクチンを購入する、まあ、財力がなかった、ワクチンを、まあ、生み出す、その開発する、えー、財力もなかったとっいう国にどうお金をじゃあ日本としても、えー、サポートできるかというところを政治家と一緒に探したり、まあ、省庁と一緒に議論をしたり。えー いうところと、まあ、最後には今度、えー、学術面から、まあ、どのようにしてこの領域に貢献できる、うん、携われる、うんえー、次世代のリーダーを生み出していくか。うん、特に医療の世界って、まあ、医療者とかこう医学部に行かなきゃ、携われないんじゃないかって思う人ってたくさんいらっしゃると思うんですけど、医療の世界はもう私も全然医学部行って、 は言ってないんですけどどの人でもこう携われて誰でもこう貢献できる分野と思っているのでうん、うん、その辺りをどうもっとこういろんな人に知っていただけるかというところでその3つの分野で活動をしてます。なるほどありがとうございます。ご丁寧にご説明いただいてなんか私の理解が合ってるかどうかちょっと確認させていただきたいんですけどもなんかこう今おっしゃっていただいたのとこ日本の医療の体制だとかそういったものを 型、まあ、パッケージみたいなものをこう海外でも適用できるように、そこの橋渡しの役をせイなさんがやられているというところが大きいところなんですかね。そうですね、そことあの日本政府からのこうお金がちゃんと、日本としてはもちろんあの毎年かなり,、まあ、かなりあの日本政府のまあ予算の一部はあの海外のために使っているんですけど、やはりそこが。うんうん もう少し増えないと、各国、これは日本のみならず、もう少し増えないと、海外の医療システムがこう良くならない。で、そうならないと、実はそれって一番は日本人の健康に影響,影響もしてくるので、そのあたり、う,うまく海外事情も国内事情もまあ守られるように、日本政府が資金提供だったり、まあ、あとリソース、他のリソース、人材も含め提供してもらえるように。 も大事だよね、って思ってもらえるように、ちゃんとこう、わかりやすく説明をせ。まあ今、今できないんで。<laughs> あ,あ、い,いえい,いえ。あれなんですけど。なるほど、そうなんです、ねはい。そういうことをやってます。うん、ただ、その輸出するだけじゃなくて、もちろんそれが回り巡って、我々の国の医療体制にも影響があるので、うんうん、そこは。そういったことを必要性みたいなものをしっかり説明をして、まあ予算、お金をこうちゃんとしっかり取られて、それを活動されてるんですね。はい ありがとうございます。ちなみにそういったその全体としての活動がある中で、末野さんご自身はどんな活動、どんなその会社の枠組みの中でどんなことをされてるんですかはい、ありがとうございます。えー、アイデアを出して、まあ、いろいろ企画をするのはあの、同じ、こう、共同設立者の他のメンバーが多くてですね、私はどちらかというと、事務的に手足を動かす。はい、なので、実際、こう、資料を作ったり、それを今度、 政治家に持ってったり、もしくは民間企業の代表の方に、この分野で一緒に何かプロジェクトをやらないですかねっていう感じで、一応、うん、思ってったり、あとはイベント運営ですかね、学生さん向けのイベントを運営したり、えー、社会人向けのイベントを運営っていうところで、路地回りをやったりとか <laughs> <ー>、そういったところではい。 あの活動してますありがとうそ,のそういったこう会社全体の活動もそうですし、その中での清野さんのこうやられてることっていうのは、結構、もともとルシンが、まあ、昔からやりたかったこととか、そういったことだったんですか全然、あのー、想定外といいますか、あのー、本当に幼少期は全然こんな領域があるなんて知らなくてですね。 子供の頃はレジ打ちになりたかったんで、スー <laughs> パーでレジを打つことがかっこいいと、ずっとちっちゃい時は思ってまして、あの<ー>日本の子、レジの人って素早いじゃないですか。早いですね、本当に。見てないです。<あ>お金を数えるのを <laughs> 練習してたぐらい <laughs> あの、でもこんな領域に携わるっていうのは思ってもなかったんですけど、10歳ぐらいですかね、10歳。 もしかしないかもしれないんですけどこう、私の母ってちょっと変わった人であの、あなたは日本人だっていうふうに話すんじゃなくて、あなたは世界の一人なんだからっていう話し方をする母で、うんうん、母親からそういうふうに言われてきてると、じゃあ私ってせっかくいるこの地球に何ができるんだろうっていうのは結構。 悩,まし悩,悩むところでもあるし、いろいろ希望もある考え方で、そこからこうずっと何ができるんだろうって考えてたときに、一番しっくりしきたのが、この領域でした。ぜひうんうん、うんそ,ね、その辺のお話は、この後のライフログでもお聞かせていただきたいななんてふうに思ってますけども、ちょっとすこすもう少しこうご質問させていただきたいんですが、私の周りにもです、ね、こういったグローバルヘルスっていう領域で働いてかれてる方、本当に初めて。 セナさんにお会いしたんですけども、はい、だかこういう仕事だからこそ楽しさですとか。その面白さみたいなところは、セナ、はい、さん、どんなふうにお考えなんですか。ありがとうございます。そうですね。あの。先ほど冒頭に申し上げた通り、こう。医療とか、健康とか、ヘルスケアっていうのは、もう専門知識がないと。なかなか、入りにくいところなんじゃないかなって。 思思う方も多いと思いとますし私もそうだったんで、もともと私、大学で文学とかメディアをやってた人なんで、全然こう医療の命も挟ってないぐらいな中で、実はあの、まあ、私みたいな人材というよりは、本当に多種多様なスキルセットを持った人がこう携わらないとなかなかこう、 解決されない医療人材だけが増えても、うん、こうじゃあ今回のパンデミックでも見た通りどこかで起きたその感染症を止めるっていうことってもしかしたら医療人材よりはこうエンジニアさんだったりデータ分析ができる人の方が解決に、まあ、貢献できる可能性って多くて、うん、そのあたりがもういろんな分野の方とお仕事ができるので。 そこってとっても楽しいなって思ったのと、ある意味、あのまあ、今回のこのセッションのタイトルでも挙げさせていただいた通り、こり、いろんな国、いろんな分野との方と一緒に働くっていうのって、意外と難しくて、時間もかかりますし、チャ、うん、レンジングになりますもううまくいかないことの方が多いんですけど。うんうん その分、すごくやりがいはあるなあっていうふうに思っているので、ぜひそのあたりは、あの今回あ、グローバルヘルスで初めて知ったっていう方がいらっしゃればあの、もっともっと中身を見てみていただいて、何ができるかを探してみていただけたらいいなと思ってますあ。ありがとうございます,いやそうなんです、ね。やっぱりグローバルだからいろんな国の方々の人とも関わり合いますし、まあ、医療関係じゃなくていろんな分野の方々がそこにはいらっしゃるんですね。 ありがとうございます。でもう一点、後半の方にお話しいただいたプロジェクトの方も少しお伺いしたいなと思うんですけども、はい、女子、小中学生をエンパワーメントするみたいな活動ってことでおっしゃっていただいたと思うんですけど、具体的にはなんか、はい、どんな団体でどんなことをされているんですかはい、えー、ありがとうございます。こちらはガールザミリミテッドプログラムっていうものは、えー、もともといろんな団体さんが立ちっててで、メインは えー、アメリカ大使館が今でも女性をしているプログラムで、えー、申し上げた通り、あり、国内外の,、まあ、あのメインは日本国内ですけど、女子中高生の中で、えーまあ、自分はガールズだというふうに、あのー、意識している方々を対象としてプログラムでして、 えー、主にはあの講演会を開催するっていうことで、えーまあ、世の中で活躍している方々の、えー、それこそ人生について聞いてみたりあの幼少期特に中学生高校生の時に悩まれたところについてちょっと聞いて、まあ、いろいろ中高生の自分がどう生きていけたらいいのかなとかどう考えたらいいのかなとかそういうのが楽しいなっていうふうに思っていただけるような。 セッションを開催するっていうのが一つと、はい、もう一つは、えー、4週間のプログラムをやってまして、まあ、このコロナになってしまったんで、うん、ここ数年はオンラインで開催をしてるんですけど、えー、オンラインであの全国から女子中高生が集まって、えー、4週間かけて、まあ、自分ってどういう人なんだっけとかどういう可能性が人生にあるんだっけとか、まあ、そういうことをいろんな他の えー、女子中,中高生と一緒にディスカッションしたりあとはメンターって言われる、えー、今回、まあ、このせっかくあのアメリカ大使館が女性をしているプログラムなので、はい、アメリカとかでもこう、えー、大使館が女性したプログラム海外留学のプログラムを得たいろんな輝いている大人たちの声を聞いて、まあ、自分の人生について考える、まあ、将来像を考える。 っていうプログラムも開催して、まあ、そこの運営側に入ってますあそうなんですねなんかすごく素敵なプロジェクトだなってこうお聞きして思ってたんですけども、はい、それになぜこう関わるようになりなぜその今も関わり続けてるんですかはいありがとうございます、えー、とこちらは、えー、もともと一番所の就職先で出会ったそれこそ私の人生のメンターが あの講師として、えー、活動してまして、で、お声が、このオンラインの,あのちょっとこう、新しいバージョンのプログラムを作るときにお声がけいただいて、ま、事務局側でサポートしてもらえないかということで、あの声がかかったというのはきっかけなんですけど、もともと大学のときからずっと、まあ、大学と言いますか、えっ、ー、と、多分小さいときからも、 まあ、ここら辺も母親が特殊な人で女の子なんだからっていうのは一切なくてもう自分は好きなようにこう何がしたいのかとかこうジェンダーとか関係なく、まあ、チャレンジしてみなさいっていうのはずっと言われ続けていてでこうもっといろんな人がいろんな生き方をしていれる世界って素敵だなって思ったら。 えー、どうしたらこう小さい時からあ,ああいう生き方があるんだとかっていうのを知れるのかなっていうのはずっともう大学自体も思ってたことだったんでまさに声かけてもらってこのプログラムを知ったときにあ,あこれだっていう、えー、<laughs> またしっくり感があってっ、ね、<laughs> 今もあの事務局側で、えー、細々ですかあの上の方をヘルプさせていただいてます。 そこに参加される女子中高生は、まあ、本当にその1ヶ月のプログラムを経てか結構変わっていくのを本当にあの確かに今オンラインなんで最初は大丈夫なのかなっていうのは結構心配だったんですけどもうあの終わってからのこうアンケート結果とかもいろんな声を見ていてもこう視野が広がりましたとかメンターさんの声を聞けてまあ まるという仕事について知れて、すごい気持ちがこう前向きになりましたとか、自分にもっと自信を持てるようになりましたとか、あとはもっともっとこう、まあ、ベーシックなところでも発言ができるようになりましたとか、そういうところも、まあ、本当に良かったなと思って、毎回プログラムをやりながらあのいろんな女子中高生に会いながら。 えー、そういう声をかけてあのいただけると、まあ、本当にやりがいがあるなと感じています。いや、素敵ですね。なんか、本当に普段のお仕事の活動もそうですし、それ以外の活動もそうですし、だから今をこう、うワクワクされながら活動されてるんだろうなっていうのを <laughs> こう、お顔を拝見しながら感じておりますけども、はい、本日はですね、そんな清野さんがなぜそのような活動をされているのかっていうところをですね、はい、事前にご提出いただいた人生の天気を記載していただいて、ライフログに沿って、 お話説明させていただければなと思っておりますので、はい、改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。じゃまず最初の天気にあの記載していただいているのがあの七歳のあの出来事だったかなと思っております。はい、結構ここタイトルで言うと多様なあの子どもたちと育った幼少期みたいなタイトルをいただいたかなと思うんですけど、はい、そもそもちょっとあの先ほどもお話し上がってたと思うんですけども改めてご聖、はい、野さんってこう幼少期どんな子どもだったんですか。あそうですねえっ、ー、と。 まあ、おとなしい子だったのかなと思いながらきっと両親だったり姉は全然違うというと思うんですけど <laughs> と父親の仕事で、あのー、海外に住んでまして、うん、で一番海外が長かったのがドバイだったんですけどアラブ首長国連邦の中のドバイに住んでいて今のドバイとはもう全然違う今は結構。 キラキラしたバカンスとかをしたいような、かなりお金持ちじゃないといけないとか、まあ、そういうイメージはあると思うんですけど、当時はもう本当になんか砂漠の中に住んでるみたいな、状態で,、えーでね、まだまだ開発前の、あのー、ところで、まあ、たまたま父親の仕事で、えー、住んでまして、まあ、そんなドバイなんで、周りに同じ学校に行ってた子たちは、あのー アメリカ人もいれば、もうヨーロッパの国々の方々もいれば、まあ、アフリカから来てる方もいれば、という感じで、みんながマイノリティみたいなクラスだったんですよね。なんかこう、一つの人種が多いとか、一つのこう国の国籍の子が多いというよりはもう、みんなこう、バラバラで、ただ共通していることが一緒に学校に通っているということだったので、そういった子どもたちと一緒に自分も 幼少期を過ごして、えー、いろんなこう文化とか宗教とか生き方ってあるんだなっていうのを見ながら、えー、7歳9歳ですかねぐらいまでその辺りにいたんでそれ、ね、が当たり前っていうところで育っちゃったのがちょっと今も頭がおかしいなとは思うんですけどそれこそその日本人日本語の通常の まあ小学校にこう通われている方もいらっしゃいますし、まあ、瀬野さんでそういったちょっと特別な、ちょっと人とは違ったそういった小学校を通われた方もいらっしゃると思うんですけど、なんかそう行くところに通われたからこそ、今にこう生きているまあ価値観ですとか、考え方ですとか、なんかそういったものはその時あったりしたんですかそうですね、もうあの、今でもつながってるなって感じるのは、まあそういういろんな人種、いろんな生き方の えー、ファミリーに出会っている中でこう正しい生き方とかベストな生き方ってあるわけじゃなくてうん、うん、どの人もこう自分の好きなように生きて、まあ、そ,れそれなりにそれなりに生きる人生って、まあ、いろんな資産があるんだなっていうのを本当に見れてよかったなと思いますしだからこそあの私たちのこう団体でもどの人もどういうバッ 生まれようかどういう人であろうか何をしたいと思ってようが、えー、生き生きと自分らしく生きれる世界を実現したいねっていうことで、うん、まあそこのこう一番ベーシックなところってやはりこう元気じゃなきゃ何もできないんで、うん、まあ元気でいれ,れる世界を作りましょうっていうことがミッションとなってるんでそこにつながってるかなとは思います。 なるほど元気があればみたいなそういうお話ですね。ありがとうございます。それで9歳になってまた別の国に行かれたんですかそうですね。えっと9歳からは2年間だけブラジルに引っ、えー、越しまして、その彼もまた父親の仕事だったんですけど、えー、ブラジルはまたここもマイノリティだったんですけど、たと、うん、え,ー例え 周りの人は全然違う雰囲気で言語も通じないのに、も、ま、のすごく優しくしていただいて、もうどこ行っても人って優しくて、えー、今でも好きな国のナンバーワンぐらいかなって思うサ、えー、ッカーもどうしてもこう、えー、日本を応援してるんですけど、はい、心の心 この辺はこうちょっとブラジルを味わうところありますね。<laughs> 体の何パーセントがブラジルでできてるん <laughs> そ、ね。そうですね。ブラジル対日本はさすがに今はちょっと日本を失っちゃうかなと思うんですけど。はい。<laughs> じゃ本当にもうその小学校中学校それうとかどんどん海外で生活されたっていうところが丁野さんの小学校時代中学校時代なんですかね。小学校のええー、五年生から日本に住むようになってっで。 そこで初めて日本のこう小学校、いわゆるもう公立の小学校っていうのに入って、うんうん、私にとってはこう初めての掃除タイムとか、給食だったんで、はい、それが楽しくて楽しくて。そう、ねうん、もうそこから公立の中学校とか通って。そうなんですね。それこそ、こ,これまでお話聞くと、その海外の小学校の、まあ、制度だったり、 接し方と日本の学校制度がちょっと違いすぎて、そこにこうギャップだったりなんかその、どちらかというとネガティブなことをこ考えられている方もいらっしゃったんですけど、せいさん、どちらかというと、そそそれもそれれもででで楽しまれてたんすすねそうですねう入る前に、やっぱりこうすごく、まあ、あまりこう私みたいな留学、えー、海外に住んでて、日本の高校に入る子が少ない地域の小学校に入ったので。 母親から初日にい,やまあいじめられても頑張りな、ちゃんと言ってねって言われて、<laughs> そんな頭で小学校に初めて行って、思ってたら、もういい先生でいいクラスで、皆さん、私の日本語がもうボロボロでもいろいろ助けてくれて、でこうさっき言った通り、掃除とかも初めてだったこう自分で雑巾がけをするっていうのは初めてだったんで。 なんて楽しい <laughs> 一緒にこうやってこう本 <laughs> 物を大事にするとかっていうのもすごい素敵だなと思って、まあ、もちろんいろいろ大変な時もいたんですけどいい経験だなと思ってた分小小学校5年生6年生を本当に楽しみながら過ごしてましたいやありがとうございますそういったこういろんな国に行かれたりなどしていろんなこう価値観も触れられたと思うんですけどもそろそろ次の天気に進ませていただければなと。はい 思いますが20歳のお天気というところで、はい、おそらく大学の出来事なのかなと思うんですけども、まずそもそも大学みたいなところは、なんかどんなふうに学ぶものを選ばれたんですかはい、えー、大学は私あの、国際キリスト教大学 ICU に通ったんですが、えー、ICU を選んだ背景は、もうその頃大学に入る頃はえは、ー、自分とはというふうに考えたときに、 やっぱりこう日本語だけっていうよりは英語も活用しながら、まあ、国内外でこうグローバルに活動できる人になりたいなと思って、まあ、国内でもこう英語でも学べる環境に行きたいと思ったんでそこにあの願書を出したんですけど、えー、の良さとしては最初の2年間って、まあ、いろんな好きな分野を選べるっていうのがよく 良、まあ、かったんですよ、ねね、こう他の大学でて、まあ、最初からこう私はじゃあ理数系で数学をやりたいからここ,に入ここの,、まあ、あの研究室に所属したいんだっていう形で入ってかれると思うんですけど当時の私は文学はやりたいとふと思いながら、まあ、いろんな分野も見てみたいっていう気持ちがあったんで ICU に、えー、ちょっとこう2年間はいろんな分野を見ながら学べるっていう環境に入って ででそれをこう文学って、まあ、ある意味書きたいものがないと、うんまあ、ある意味ちょっと意味がない部分があるのかなと個人的に思ってたのでなんとかそこでネタを書いて <laughs> で文学を転行しようかなと思ってそこを選んで、えー、最初に年間を迷ってましたあ,ありがとう実際にこう大学に入られて、まあ、そういったところでいろんなことを学ばれたと思うんですけど特にこう熱中されていたこととか。 これに時間を使っていたなていてところってどんなものだったんですかそうですね。そこに関しては多分やはり振り返ってみると、一番はジェンダーの講義をいろんな講義を取りながら必ず多分前学期、ジェンダー関連の講義を取っていてうんいろんなこう学生さん、先生方によるジェンダー理論を いろんな論文を読んでもう何が書いてあるのか分かんないっていう, <laughs> <laughs> こう日々を過ごってい <laughs>、えー、ました。はい、なるほどこうタイトルの中で言うとこう人権と格差みたいなキーワードもあったりするんですけども、はい、この辺はこうどんなところからこうそんな問いが出てきたんですかまあ哀愁って結構そういう人権とか、まあ、格差問題をよくいろんなう期で話題に上がる。 大学なんで多分それがこう日々周りでももうお昼食べてても、まあ、そういう講義について話したりしてるとなんで例えばこうアジアの中でもこんなにこう生活レベルの違いってあるんだっけとか日本国内でもなんでこんなにこう行く場所によって生き方の違いとかこう生活基準の違いとかってあるんだっけとか。 あとは、まあ、男女のみならず、まあ、ジェンダーっていろんなこう多種多様な性の生き方っていうのを見たときに、なぜそこって差別されたり、まあ、死されなかったりするんだっけとか、うん、まあそういうことを日々こう何も分からずに議論をしてたなって思い、そういうあの人権課題と、た、うん、多分これはもうまた幼少期につながる。 いやあの頃はみんな平等にこう楽しく生きてたのに小学校通,通えてたのになぜ実際蓋を開けてみるとこんなに世界って課題だらけなんだっけっていうのを大学の小さい部屋から悩んでました。なるほど結構そこの壮大なテーマといいますかなかなかこう自分一人でこう解決策がすぐ思いつくとか何か行動をつけるっていうところもないので何でしょう,こう もし私の立場だったらこう目を伏せてしまうかもしれない、テ <laughs> ーマかもしれないですけども、なんか、瀬尾さん、そこにこう正面から大学時代こう向き合ってたのは、さっき言ったこう幼少期のご経験だとか、なんか他にもあったりしたんですかそうですね。こう、まさにおっしゃった通り、目を伏せて、こう見たくない、私は関係ないみたいな人生を、多分特に中高生で高校なんて、 もう暇があれば映画をずっと見てまして、現実逃避をしながらこう映画を楽しむで、まあ、もしくは時間があれば友達と遊ぶとかで、全然こ,うあのこの世界の一人の人として何をするんだっけみたいな声を全然しなかったんですよね。うん、で、多分それを後悔したのか、なんかそこの時間を取り返すかのように大学でちょっと頑張らなきゃという気持ちが <laughs> もうそれでこう頑張ってましたね。あ<ら>あの本当に全然こうもっともっと深い意味があるっていう,うには避 <laughs> けなくなっています。<laughs> なんかあのいっぱい映画見てすごい楽しかったんですけどあの時間をどうにかもっと有効活用してたら、うん、もしかしたらもっと人生違ってたのかって思って大学生の頃からその過去を少し振り返るっていう経験私はあまりしてなかったのですごい好きだなと思うんですけども <laughs> それこそ。 のの中ででで歳の天気ですかね。はい、ここで初めてこうグローバルヘルスっていう言葉が出てくるかと思うんですけど、はい、これまではあまりそのグローバルヘルスっていう言葉は出てこなかったんですけど、このきっかけみたいな、どのように出会ったみたいなところはいかがだったでしょうか。はい、はいえー、そうですねあの、ちょうど大学3年の時にインターンシップっていうのを、まあ、いろんな方が、ここここでインターンしてるよっていうのを耳にしながら、一人で焦ってたんですね。 ど,どうしよう。どこにもインターンシップ出してないわ。うん、<laughs> のんきにこう、実験とか考えてたら、ちょっとやばいな。って思えー、どこどこにまあ申請しようかなとか、いろんなインターンを見ていた中で、たま友人がインターンをしていたところが、グローバルヘルス彼のシンクタンクで、でえー、彼女から、あの今回、えー、今度は、 日比谷公園で、えー、グローバルフェスタという今でも日本でやっている、えー、外務省が主催をしている実は国内では一番大きい国際協力のイベントがあって、えー、そうなんですね毎年やっていて、まあ、ちょっとコロナで縮小しているんですけどコロナ前はもう10万人ぐらい集まる大きなイベントがあって、うん、それこそ ちょうど私がお手伝い行った年は AKB がステージに出て、えー、もういろんなそういうファンが集まる <laughs> イベントがあったんですけどそこでブース出展をやるんだけど人が足りないんで助けてほしいって言われてで何にもわからず、まあ、その友達が大好きなんでいいよって言ってお手伝いに行ったらまさにこの、えー、感染症の中でもポリオっていう感染症があって実はあの私たちもこう 今の子どもたちも、えー、生まれてはポリオのワクチンを日本でも受けてるんですけど、はご存知ですかなんか名前だけは聞いたことあります。それくらいの程度です、ね。そうですよね。もうそれが普通だと思うんですよ。あの全然日本では症例ってあの2012年ぐらいからないもので、うんえー、小児麻痺って言われて、あのかかってしまうと実はその治療ができないので。 まあ、いずれかはこう、麻痺を引き起こしてしまうっていうような怖い病気で、えー、そうなんでですでコロナで、まあ、見た通りこうかかっても、えー、無症状の人が、まあ、一番多いんですよね。で、無症状だからこそこう知らずに広まって、知らずに子どもたちがこう麻痺を引き起こしてしまう病気なんで。 まあそこのワクチン接種をどこの国もしっかりしなきゃいけないという状態で,でそれをしている背景って実は日本あ国内で2カ国だけあのウイルスが残っているからなんですよねそうなんですねそうなんですアフガニスタンとパキスタン当時はまあナイジェリアも含まれて3カ国だったんですけどでは2カ国だけこのウイルスが残っているからこそ日本で全ての子どもたちが4回も接種を受けなきゃいけないという このの感染症があるっていうのを知ってうを、ん、知でそのお手伝い行った当日、まあ、そういうことをこう学びながらそれを今度次にグローバルフェスタにいらっしゃる方々に語りかけらなきゃいけなかったんですよね。うんうん、でも多分その辺りがこう面白いなっていうのとこんな分野があるんだっていう興味興味がまあすごい多かったんで。 多分そこでこうワクワクしながらお話をしてたら、まあ、そこのブースあの、友達の上司とかに喜んでいただけたのか、次にまた今度はあの議員会館で同じこの、まあ、関連したブイベントがあるんで、絶対に来てもらえないかと言われて、ゲストにおとけさんが来るよって言われて、私はおとけさんの本を子供の時に読んで、あの、 と今朝に会えるんんだなんてね本当にそんなことしか考えてなかったんで、まあ、それでまたイベントに携わったら、もっとこの分野について知ることができたので、えー、面白いなと思って、まあ、そこでこう出会いとあのそこでインターンをするきっかけが始まったという。ありがとうございます。はい、そ,うその当時、まあ、いろんなインターン行かなきゃななんて思いながらもこう選択肢他にも多分あったと思うんですけども、その グローバルヘルスっていう領域に出会ってこれに今決めていくっていう段階においては何かその決めてみたいなものは当時何かあったりしたんですかそうですねえー、多分グローバルヘルスのその領域に携わるっていうところではもうかなり自信がない <laughs> 何も知らないですし、まあ、政治絡みのことも多いですしこう,もう未知の世界だ なんでまあ、あまり自分にも向いてないんじゃないかなって <laughs> 正直思う時もあったんですけど、あのー、興味があってこう何かこうしっくりくるところがあったんですよね<ー>で,でその団体でも、えー、当時は女性3人でこうこのなぜか世界レベルの保険っていうものについて議論して何かこうプロジェクトを生み出してっていう。 そんんんななな小さいところででありながらみ女性だったすよで、うん、そういう方々が活躍している団体が素敵で、でもう全然彼女たちにこういいですか、ね、彼らの経験と、まあ、バックグラウンドとかこう肩書きのようなものは何にもないですけど、まあ、ここで自分がチャレンジしないと何か見逃すんじゃないかなとか何かこうチャンスをミスしてしまうかなと思って。うんうん でまさにそこでいやこれは不安の方が多すぎるけど、まあ、やってみないかなやってみるかって思って <laughs> 難しいからこそやってみる甲斐があるかなと思って入ってみたっていう感じですかね,、はい、ねありがとうそれこそ今のお話結構こう本日のタイトルに流れるような常にこう難しい方を選ぶように心がけるみたいな話と少し近いのかなって勝手に想像したんですけども なんかこの辺のキーワードはその当時も自分の自分の頭の中にはあったんですかあんまりいなかったと思うんですけどで、もっともっと自分に甘い人なんで、いつもこう楽な方法、<laughs> 楽な道というのを探してしまうんですけど、たまたまそこのシンクタンクで出会ったメンター、他のメンターさんから、こう人生で難しい選択肢、まず,まずはこう人生でが選択肢なんだということを。 当時の上司から、あのー、言われて、まあ、それはその通りよなと。目が覚めるときから起きるかどうか、目覚めるもう一回そのスヌーズを押しちゃうかどうかっていうのも選択肢なんだよって言われて、そこが選択肢である中で、どう選んでいくかで人生って決まっていくんだよっていうのを、まあ、当時の上司から言われたんですね。うんうん、で、同じくこうその場所で出会ったメンターからは、えー、後に言われたのが、 まあ、まさにそのいろんな選択肢がある中で難しい方を選んでいくのってその積み重ねで何かこう積み重なってて上に上がっていくんだよと。うんうん、で淡々と選ばなかった場合にはこう、まあ、もちろん人生は進んでいって時間は過ぎるんで、まあ、淡々と過ぎていくよと。でここで生まれたこのギャップって取り返しはできないからねって言われて。 時間は戻ってこないから、うん、それだけは私たちコントロールないんだから、ここをどう伸ばすかはもちろん自分の自由で、それはもうどの人がどう生きようが全然いいんだけど、ここのギャップって取り返せないからこそ、僕はものを選ぶときには難しい方を選ぶようにしてるんだって言われて、ほう <laughs> <laughs> 一番私は苦手な方だけど、なるほどって思って。まあそこで ある意味でも自分の人生を振り返ってみると、まあ、大事な時はそういうふうにこうどっちの方が難しいうがまあ何かこうインパクトが大きいかなっていうふうに選んできたなとは思いながらその考え方とこのギャップについて考えるっていうのは大事だなと思って選択肢に狭まれた時はここのことをいつも常に考えるようにはしていますこ,のこの瞬間の行動が未来の差につながっていくに違いないと。 確かに大事ですね。ありがとうございます。こういった中で、グローバルヘルスの領域に出会われて、で次の天気の方に進みたいんですけども、24歳の出来事で、はい、こちらで海外というワードがまた出てきて、転職をされたんですかね。そうなんです。えっ、ー、と、その最,最初に入った、えー、就職先が、組織改編をしてて、もう少しこう国内事業に、 えーまあ、主張してその株式会社になるんだっていうふうに決まった団体から。でそれはそれでも素晴らしいですし国内にものすごく、あのー、貢献する企業になるなっていうう見てて思ったんですけどこうもう少し私としてはもっとこのグローバルヘルスの領域について知りたかったっのと。 こうそこを数年間一緒にやってきた中で、えー、次のステージといいますかちょっともう少し、まあ、まさに自分をもっとこう厳しい環境に入れてチャレンジしなきゃとか <laughs> なんか多分そんなことを思いでその企業に入るかまあ違うところに行くかっていう選択肢があった時にあの企業に入って、まあ、株主になって頑張れたかもしれないんですけどで まあその選択肢が果たして正しいかはまだわからないですけど、ちょっと世界のこのグローバルヘルスっていう分野についても少し学んでいきますって言って。で、えー、思い切って初めてのこうちょっと海外で一部時間を過ごして、そのグローバルヘルスで活躍している他の団体さんの事業を日本に持ち込むということを決めて。で、そこに またた出発をしてみそれまではどちらかと,と日本で活動してることがお仕事されてることが多かったんですけど海外を拠点に変えられたみたいなところなんですかね。そうですねはい。具体的にどこの国に行かれたんですかはい、えー、アメリカのニューヨークに行きましてで、えー、アメリカって私住んだことがなかったんですけど実は大学とかを見ると アメリカのトップ大、ハーバードとかでも、グローバルヘルスってこう2番目ぐらいに先行と、まあ、それに加えてもう1つ何か専攻を選んだり、こう追加でこう勉強されるときに、グローバルヘルスってかなり人気が高い領域ですごいこういろんな方、いろんな団体、いろんな会社が、まあ、グローバルヘルスのために取り組んでいる国なんですよね。うん、で えー、たまたまそこで活動している大きな団体があって、でそ,こにそこはこう私たちみたいなあの若い世代に働きかけて、まあ、関心を持ってもらうっていうことをうまくやってたんで、あそれを学びたいなと思って、そこを選んでいきまその会社に就職されてみたいな形になるんですかね。そそうなんですそっちに転職をしてはい 実際いかかがでしたかその当初思い描いての決断だったと思うんですけどもその決断に対ししてどうでしたかよあもう選んでそこはいろいろ大変なことはあったんですけどその選択肢をしてよかったなと思いますし後悔はないですしやはりそこに行ってみないとわからないところのことかたくさんあったのでん自分の目で見て体験をしてどうこういう世界も回ってるのかっていうのを まあ裏事情じゃあ、そこの海外のグローバルヘルスにもっとどっぷりこう使,っ使っていられてっていうところが24歳の出来事だったんですね。はい、ありがとうございます。そして最後の天気の方で、最後27歳の天気、少しお話しいただければなと思ってるんですけども、はい、ここで失敗みたいなワードが出てきてますけども、具体的にこれ、どんな出来事だったんですか 海外に行ってそれをまた日本に持ち帰ってきてみたいなことをしている中で、えー、そんなあの企画とか、まあ、そんなことに携わらなきゃいけな,いなかったんですけど一つのイベントでもものすごい選択肢の失敗と、えー、いろんなもう,こういろんな方に迷惑をかけたのともう本当に、まあ、どん底に落ちるみたいな。 あの失敗をしたんですね仕事ででせっかくこう作り上げて積み上げてたものが終わりにバーンとこうゼロに戻るみたいな状態で、えー、ああもうこれで私の人生は終わったなんて、まあ、すごいドラマチックに勝手に思ってたんですけど、うん、あの周りでこうメンターをしてくださってた方からもういやいやこんなんで人生は終わらないかと。<laughs> <laughs> 大丈夫だよって言われてで人って,おき生きてなんとかこう生きていけるもんなんだよっていうのを、まあ、励ましてもらいでこうせっかくのプロジェクトがもう台無しで終わっちゃった中でどうしようかなと思った時にこうたまたま新しいそのまさに その時に携わってた団体と連携したあの親団体といいますかこう大きな団体があって財団だったんですけどそこに、えー、ポジションが空いて全然そこを受けるつもりはなかったんですけど声をかけていただいてもうここでものすごい失敗をしたんでここに行く資格ってないでしょっていうのが、まあうん、普通に頭の中であったんですよね。でいやー もうこんなに私はどん底だったんで、あの多分周りから見たら大丈夫だよっていう <laughs> <laughs> あの思いだったかもしれないけど、もうこんなに失敗したのに、でどうしようかなって結構悩んだ中で、またまたま本当に訪れたその機会に再チャレンジをしてみようと思って、まあ、それがうまくいかなかったら、それはもうそういう夢なんだって思ったんで。うん まあこうやってみるとやってみないっていうのではある意味こうインフィニティっていうんですけどあの0と1だともう無限の差がある中でやってみるやってみないはもう無限の差があってやってみて何かが動くとやってみなかったから何も動かなかった何も変わりがないっていうことを考えるとまあここは例えダメでもチャレンジしてみるかと思ってで そこの方に受けてみたら、後から知ったのは、この前のすごい失敗した団体の上司の方が、実は、いや、まあ、彼女はすごい失敗したけど、多分再チャレンジが必要なんだっていうふうにあの言ってくれたらしくて、まあそれもすごい、そこはまあ、後からこう振り返ってみると、ドアを開けて、ちょっと再スタートしてみてよかったなってすごい思いますし。 人生って本当にこう <laughs> 自分がどん底と思っても全然こう振り返れるんだなっていう,う巻き返せる感じ、まあ機会性こん出来事だったんですね。はい、なんかその失敗がどれくらいの失敗だったかちょっと私には想像しきれない部分はありますけども、なんかそん失敗をされた時にもう一回こう立ち直れる、なんかそこの立ち直るその気持ちの源泉みたいなところはなんかどんなところにあったんですか？ そうですね、まあ。家族と友人に支えてもらえたっていうのも大きいですしこう多分それまで、まあ、自分だけでは何ともできないっていう不安もあったと思うんですけど実は、まあ、コツコツ頑張れば、まあ、それこそこの あの先ほど申し上げたこのギャップじゃないですけどコツコツ頑張りながらこうどうしたらまあいろんな状況の見える化をして自分って今ここの中でどこに立ってるんだけどここまでこう立ち直ってきたんだっけっていうのを、えー、見れるかっていうのをちょっと試してみて。で Google のスプレッドシートを使いながら、例えば今の経済状況はこうなんだとか、今の自分の資格の状況ってこうなんだとか、えー、コツコツそういうのを全部こう書き出す。多分今までは全然見ないようにしてたものをもう全部こうさらけ出して、うん、ある意味、まあ自分の、自分としてはどん底だったんで、もうここで失うものはないだろうと。まあ、なんならこう全部さらけ出して、ちょっとこう整理をしようかなっていうところで、 一回こう書き出したら、そこからこう多分少しずつ、まあ、立ち直っているのを見るのが楽しかったとっいうか、それがを応援してくれる、まあ、こう何があろうが自分と一緒にこういてくれる家族と友人がいてくれたというのがも,もちろん一番の励みなんですけど、うんうん、それでなんとか立ち直れたんじゃないかなと、まあ。人生多分 あのー、比較的前向きな方だと思うんですけど、<laughs> <laughs> 本当にその時はいろんな方に大丈夫だよっていうふうに言ってもらえて、頑張りきれたかなって。ご、はい、自身の状況をもう一回整理することで、なんとか前を向けたりとか、周りの方の助けでとか、そういったことがあったんですね。はい、ありがとうございます。そんなことをお話し、と現代の方に戻ってまいりましたけども、改めて最後、何点か。 ちょっとご質問をさせていただいて、はい、この場を締めたいなと思っております。はい、1点目がですね、まあ、これまであのいろんなご,ごじ人生を歩まれてきたと思うんですけども、瀬野さんがこう大事にされていた価値観、みたいな、まあ、今もそうですし、まあ、今後もそうかもしれないんですけども、なんかそれをあえて改めてもう一回口に出していただけるとすると、どんなものがあるでしょうかこれは、まあ、いろんな。こう 今は自分がインターンを受け入れる時になって、まあ、あまりこう皆さんにお伝えできることはない中で、3つだけ大事にしてほしいということをお伝えしているんですけど、これはもう自分がなかなかできなかった、まあ、今でもできないからこそ <laughs> 言い聞かせる3つのことは、2つは、まあ、失敗、当たり前なんですけど、失敗をれあの恐れない。やっぱりこう失敗って自分が願ってなくても、 しししてしまうことですし失敗をしないと学ばないっていうのは、まあ、いろんなところで私も学んできたのでもう失敗してしまったらそれはそれで一瞬乗り越えられるんで一、まあ、失敗を恐れない失敗したら教えてねって、うん、いうことが一つもう一つはあのから、まあ、話題に上がってるこの選択肢人生が選択肢って思った時に できる限りあり、のー、難しい方を選ぶと多分いいよっていうことを考えていてまあもちろんそれがこう自分の健康とかねメンタルヘルスとかに携わってこないレベルで無理をしないレベルで難しい方を選んでみることが、うんまあ、多分次の自分明日の自分に何かつながってくると思うんでそこは、まあ、失敗をと恐れないのとチャレンジをしてみようっていうところかなと。 で3つ目は、これはもう自分が大事にしようって、花ができることなんですけど、常にこう愛とこう、まあ、憎しみを考えたときに、それぞれって同じぐらいものすごいエネルギーを使うもので、うん、誰かを憎むっていうことと、誰かを愛するっていうのは、多分同じぐらいエネルギーを使うんであれば、愛した方が多分それこそ難しい方なんで、それを選ぼう。 っっててて、いいうことを思っていてできる限りこり愛に満ちた人生の方が楽しいじゃんっていう話をして、うん、<laughs> そっちを選ぶようにしてるかなっていうそれが自分の価値かなっていうにあ,ありがとうございます。1つ目、2つ目もそうですけどその最後の3つ目おっしゃっていただいたその愛、抽象的抽象度高いような言葉だと思うんですけども なんかそのために具体的にこう,こういうことをしてるですとか、なんかこういうことを心がけてるみたいなところだったりするんですかああ、もうできればもっともっとしたいんですけど、なんかこう、例えば、うん、すごいじゃあ仕事が終わって、黒沢さん疲れてるとしましょう。すごい疲れて、今日もう最悪の日だった。そういう時に、 じゃあ、友達から電話かかってきたとしましょう。で、それはもう、日常に始めようとしてる11時半とかに電話かかってきて、で、パッとこう、携帯を見たときに、いやー、この人の電話取ったら長いし、今日はすごい疲れたし、いいかもって思うことってあると思うんですよね。で、それはそれでいいと思うんですよ。やっぱり自分の健康ってやっぱり第一に考えなきゃいけないんで。ただし、もしそこがちょっとでもこう、 その日少しでも余裕があればそこはもちろん私もすごい悩むしたまにそれをもう見てた人も、ね、夢の世界にいる時もあるんですけど <laughs> こう気づいた時にあこの人この時間にこうかけてきてるっていうことはきっと困ってるんだなって思った時に多分愛を持った選択肢っていうのはじゃあそこで,でまた難しい選択肢っていうのはそれを 出てあげるっていうことかなって思うんで、あ<ー>まあそういうふうにこう選んでみるとか、そういうことかなと思いますあなるほど思いやり、他人への思いやりもそうですし、自分自もそうですのそ<う>自分への愛っていうのが大事なので、そことこうちょっと相談はしながらっていう感じです、うん。ありがとうございます。すごく丁寧にご説明いただいて、すごく分かりやすかったです。<laughs> ついてのご質問になるんですけども、はい、いちょっとこれまでは現在とちょっと過去お伺いしたんですが、少しちょっと未来のお話も伺いたいなと思ってまして、こちらさんご自身が、まあ、どの,あの、ね、年次でもいいんですけども、将来どういうことをしたいですとか、この事業をどうされていきたいですとか、未来の展望について少しお伺いできますか。はい、ありがとうございます。そううですね未来とししては、まあ、もう少し ちょっとましな人になってほうれん草とか、まあ、もうちょっとこうコミュニケーションを密に取れる人になってるといいなとか思うんですけどやっぱりこうコアとしてはまあそういう,こう価値観がもう少しこう根付いたマシな人になるっていうことでありながら自分のキャリアとしてもう少しこう、まあ、今やってる活動っていうものを淡々ともちろんやっていくわけではなくて そこのネクストステージって何なんだっけっていうのを、まあ、今、っと考えてはいて、やっぱりこう、じゃあ医療アクセスって考えたときに、人がいろんなところで病気を起こして、怪我をしたりなんなりしてしまっているときに、早い解決策で、なかなかたた、まあ、提供できてないものって何なんだっけって思ったら、やっぱりこう、 薬とかそういうワクチンとかがちゃんと必要なところに届いていないことの方が多いんじゃないかなと。うん、その原因は全然わからないんで何も語れないんですけどこうもしかしたら、まあ、世界でまだこうだいぶ減ってきたもののいろんな国でやっぱり下痢とかでこう命を落としてる方が多いと、まあ、考えると下痢になった時の,その薬がもし届いてたら変わるんじゃないかなとか。 こう他の感染症でも、まあ、さっきのコロナのじではないですけど、ワクチンがちゃんと届いてたら、感染がそんなに広まらず、そんなに命を落とす人が、まあ、なんとかこう削減できたんじゃないかなって思うんで、どうしたらそのあたりのこう治療薬とか、ワクチンとか、いろんなものの物流をよくできるんだっけっていうのを最近考えてまして、うんうん、全然勉強できてないんですけど。 その辺りをもう少し深掘りをして、えーまあ、本質な面からも学びながら、どう自分がそこのこう物流をもう少しよくできるように貢献できるかを探って、そこにまたチャレンジをしてみたいなと思ってます。なるほど。ありがとうございます。そこのやはりグローバルヘルスという領域をもっとこの課題を解決したいという思いがあるというところなんですね。はい。 ありがとうございます。本当にいろいろ貴重な話をいただきまして、ちょっと時間も迫ってきてますので、はい、一旦この場を示させていただければと思っております。え本日はですね、第845回、すべては選択肢であり、常に難しい方を選ぶように心がけると、きっと予想以上のところにたどり着ける、一般社団法人、理、はい、エドン・共同設立者、はい、清野志音さんというところで、セ野さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。